満点芋の発見隊今泉さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。このコーナーでは月に1回全国に誇る、そして全国に広めていきたい一品、青森のいいものをご紹介しています。はい、今日は県産の食材を2つ組み合わせた缶詰です。組み合わせた、なんだろう、ね、缶詰って今時いろんな種類ありますね、気になります、気になるね。この組み合わせは他ちょっと見たことがないっていう感じですね。そして、はい、ご飯のおかずというよりは、お酒のつまみ、しかもワイン、いいですね、という感じです、はい、一体どんなものでしょうか。こちらご覧ください。田子町にやってきました。田子というとやはりニンニクが有名ですよね。今回はこちらからいいものをご紹介します。田子商事、安全安心おいしい、ニンニクの町田子町より健康と元気をお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。こちらは田子にある会社ということで、はい、ニンニクを扱っているそうですが、どんなものがあるんでしょうか。はい、弊社では田子ニンニク専門店ということで、田子ニンニクの生なもの、黒ニンニクに加工したもの、その他ニンニクの加工品も一緒に取り扱っております。では今回紹介していただけるいいものとは何でしょうか。はい、田子牛すじ肉と田子ニンニクのアヒージョの缶詰です。2つの食材を、オリーブオイルで香り豊かに仕上げた高級感あふれる商品になっております。はい、どうぞ召し上がってください。はい、わあ、ニンニクも牛すじもゴロゴロ入ってますねそうですね、ニンニクの香りがします。じゃあちょっと牛すじから、柔らかい、ほろほろっと口の中とかほどけていく、はい、美味しいですね。ニンニクの香りも味もとってもいいですね、はい、じゃあニンニクも食べてみましょうかね。はい、どうぞ。あ、もう刺した瞬間柔らかいのがわかる。いただきます。口の中で一瞬でニンニクペーストになりますねそうですね、美味しい、はい、バケットも用意したので、どうぞつけて食べてみてください。ありがとうございます。やっぱりね、アヒージョはバケットつきものですよね。そうですね。油をたっぷりつけていただきます。本当にこのニンニクの口いっぱいにいい香りが広がって、はい、これはいつも僕ビールって言うんですけど、今日は赤ワインが欲しいです、はい、ありますよありますか、はい、このタッコ牛すじとタッコニンニクのアヒージョを缶詰にするっていうのは、はい、どういうことでできたんでしょうか。最近アヒージョの料理が非常に流行していまして、それにあやかりまして、タッコ牛という美味しいその牛なんですけども、その牛すじとタッコニンニクをゴロゴロ入れたというような感じの商品を作ってみたくて作りました。製品化するにあたって苦労したことはありますか。はい、やっぱり牛すじと言いますとコラーゲンとか油分がたっぷりなので、あまりにもこうくどくなるような感じに仕上げるとなんかこう抵抗があるんで、割とさっぱりと食べれるような形にするのが面倒でしたね。ニンニクの粒が不揃いなものですから、缶詰に入れるにあたってこう大きい小さいもあったりとか、切って入れるっていうのがちょっと抵抗がありましたんで、粒を揃えるというのが非常に苦労しました。割合小ぶりな感じの缶詰ですが、はい、この量にしたのは何か理由があるんですか。はい、最近一人でキャンプするとか一人で家飲みするというようなお客さんがたくさん増えてます。その人たちがもう手軽に開けて完食するというようなサイズに作っております。田子のブランド食材が楽しめる缶詰、皆さんもいかがですか。どうぞお試しください。ということで、田子牛すじと田子ニンニクのアヒージョの缶詰、スタジオにもご用意しました。はい、じゃあまず牛すじをちょっと食べてみます。いただきます。はい、もうむっちゃいい香りしてるんですよ。うわ、いただきます。柔らかい。柔らかいですよね。ほどけていく。でもやっぱニンニクのやっぱ香りと味でいいですね。本当にいいんですよ、合うんですよ。はい、田原さんもどうぞ。いただきます。あ、おいしい。あ、おいしい。最強だねこれ。本当にもう口
口の中でほろほろと届けていって、うん、でこのお肉にもしっかりニンニクの旨みが染み込んでいて美味しいです、ね、で今ニンニク食べました、はい、口の中でもペーストになる、ね、うわ本当だそうなんですよ、でうわ具ももちろんなんですがアヒージョってやっぱり、はい、その肉の旨みとニンニクの香りが移った油が美味しいですよね、はい、バケットご用意しましたのでありがとうございます。つけて食べてみてください。オイリーよねオイリー。いただきます。おたっぷりいただきます。はい美味しい。うーんうまい。あー美味しい。間違いないですよね。これは間違いない。はい、します。うん、うわいいわ。おいしい。ワインですね。あとパンにニンニク塗っても美味しいと思います。はい、で温め方なんですが、はい、まあ、湯煎の場合はお湯沸かして火を止めて入れて温めるとか、うん、あとは小皿に移して電子レンジ で中に出てソロキャンプなんかの時は、はい、もちろん缶を開けて、うん、で温めて、はい、食べてもいいですよね。これはいいですよ。むちゃくちゃうまい、はい、ぜひお試しください。で今日ご紹介したタッコ牛寿司とタッコニンニクのアヒージョはアマゾンの日本ストアで購入できます。 ATV ホームページ満点いいもの発見隊のページから簡単に商品ページにアクセスできます。またこのコーナーでは毎月5名様にアマゾンギフトカード1万円分をプレゼントします。詳しくは ATV ホームページ満点いいもの発見隊をご覧ください。これまでに紹介した商品の情報も掲載しています。これからもいいものをどんどん紹介していきます。お楽しみに。今泉さんありがとうございました。ありがとうございました。